動画ご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人が本当はあなた様に送りたい心のラブレターとはというテーマで、お相手の方はですね、あなた様に対してどんなですね、心のラブレターですね、心のこもったメッセージを送りたいのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね、皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのフリーダムというカード、自由というカードですね。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、コンフィデンス、信用、自信ですね、自信というカードになります。自信、信頼というね、カードでもあるんですが、はい、こちらが B になります。そして最後 C のカードです。C はこちらのジャスティスですね、正義というカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのフリーダムっていうカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が本当はあなた様に送りたい心のラブレターとはというテーマで、お相手の方はですね、本当はどんなね、思いのこもったメッセージをあなた様に届けたいのかというのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方は今まであなた様に対してどういった、感情であなた様と向き合ってきたのかということと、そして、今ですね、あなた様に本当は送りたいですね、心のラブレター、思いというのはどういったものなのか、そして今あなた様に何かこうね、してきてほしいと思っていること、求めていらっしゃることは何かあるのかどうかということと、今後お二人の関係はどういう方向にね、進んでいきそうか、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめに、お相手の方は今までどういった感情であなた様と向き合ってきたのか、そしてお相手の方は今どんなね、メッセージを本当はあなた様に送りたいのか、そして今あなた様に求めていること、望んでいることは何なのかっていうのを見ていきます。
ではですね、見ていきたいと思うんですが、上のカードがお相手の方が今まであなた様に対してどんな感情で向き合ってこられたのか、お相手の方が本当は送りたいあなた様の心のラブレターですね、どんな思いを届けたいのか、そして今あなた様に何かねしてほしいと思っていらっしゃることがあるのかどうか、求めていることですねを表すカードです。では見ていきましょう。どういう感じ？なるほど。なるほど。どういう感情で向き合ってきたかっていうと、ちょっと自分では太刀打ちできない相手なんじゃないかなっていう感情が強かったんだと思います。あ、この人余裕だなとかね、この人だったらば、なんか簡単に口説き落とせるな、惚れさせられるなとかじゃなくて、いや、この人ちょっと自分の今のレベルでは難しいかもしれないっていうね。そういったところがあったので、まずちょっと様子見ようっていうようなカードが出ているんですね。で、下手に動くのも良くないだろうなっていうことはあるので、まあ、とにかく自分感情を隠して相手がどう思っているのかっていうのが分かってから出していこうみたいな戦略を取るようにしたんだと思うんですね。感情を読み取れてしまってはなんかこう主導権を握られるっていうところがあると感じたのか、まあ感情を隠すという作戦を取ったようですね。で、あなた様にしてほしいこと、そうですね。ちょっと見ていきたいと思います。はい。では、まず上のカードからです。あなた様に対してどういうね、感情で、向き合ってきていらっしゃったのかということですが、まず、ここが出ているんですね。ギャザラっていうカードが出ていて、集めるものっていうカードになっています。まあ、何かこうね、収穫の時を待っているっていうことを表すカードで、まあ、あなた様、なんだかな、この人が集めるものなんですけれども、この人っていうのは種をまいて、ですね、種が育って収穫の頃合いを待っている人が描かれているんですね。ですから何かこうあなた様にですね、今すぐはこうね、例えばアクションとかアプローチは仕掛けられないんだけれども、なんかこう時期が来た時にですね、ちょっとこう動きたいなというふうに思っていた。だからすぐにっていうね、その短期的な関係ではなく、例えば状況とかタイミングが整った時にあなた様に対してちょっと動きたいっていうところがあって、それはやっぱり今の自分ではまだこう成長が足りないとか、レベルが達していないとか、ちょっと自分の今の状態ではあなた様に太刀打ちできないから、もう少し自分が成長するのを待ってちょっとこう動き出そうと。それまでの間、あなた様がどう動いてくるか、どんな感情を抱いてくれているのか、自分に対してね、どんな印象を持ってくれているのかって、ちょっと情報収集しようみたいなね。だから自分でもいけるっていうような人だったらば、そういった観察の時期ですね、っていうのは取らなかったのかもしれないですが、今のちょっと自分っていうのはお相手の方ですね。お相手の方の、その、まあ、なんだろうかな、まあ、スペックというか自分の実力的なところを考えると、今すぐにこうね、あなた様にアクションを起こしても、なんか相手にされないんじゃないかなっていうふうにも思ったので、ちょっとこうね、観察しながら様子を見ようと。で、自分に対して好意的な感情を持ってくれているかどうかとかね、自分のことをなんかこう好きになってくれているのかどうかって、そういうなんか情報が入ってから自分を動こうみたいなね、そういったお気持ちがあった。だ、それまではなんかこう自分の気持ちっていうのをなるべくこう出さないようにして、ですね、向き合おうっていうね、このストレングスって力っていうカードなんですが、力ってこうセルフコントロールっていうことを表すカードで、まあ自分で自分をコントロールするってことなんですけども、何をコントロールするかっていうと、欲望とか本能とか願望なんですね。だからあなた様に対してはまあ好意的な感情っていうのは多分あったんだけれども、それをこう見せてしまうと、まあなんだろうかな、惚れた弱みっていうわけではないんですけれども、まあ恋愛においてはこう惚れた方が負けとかよく言いますけれどもね、まあ惚れたなっていうふうに思われたら、なんかそれをこうね、もしかしたらまあ利用されるっていうわけじゃないんだけれども、なんかこう惚れたからっていうふうにね、なってしまうのがあれなので、まあとにかくあまりこう自分の感情っていうのは見せないように、してあなた様がどう思っているかですね、自分の感情を見せないようにして、それを踏まえた上であなた様がどう動いてくるかみたいなね、
だシンプルに自分が好きって言ったから好きになってもらうじゃなくて、最初から自分の方に好きって言ってもらえる人じゃないと、もしかしたらこう信用できないっていうところがあったのかもしれないので、だからそういった意味ではちょっとこうね、なるべく感情っていうのはあったんだけれども、ないようにないように見せていこうと。なぜならば自分が先行してね、こう、感情を見せて進めていく恋愛であんまりうまくいったことがなかったから。っていうのが出ていて、ペンタクルの9っていうカードがこれ逆位置なんですね。で、このカードが正位置の時には、実りの教授ということで何かが努力が実を結んでですね、成果を受け取るっていうカードになって、すごくこう、順調に育まれていった成功するっていうカードなんですが、これ逆位置になると、無理やり進めようとして失敗すると。だから、自分から気持ち、例えば好きという気持ちを先行してね、先にこう見せて進めていく恋で、あんまりうまくいったことがなかったんですね。だから自分から気持ちを先に見せるっていうことは今回せずに、あなた様と向き合って、あなた様がどう思ってくれてるかで自分もちょっとこう後出し的な感じで、恋を進めていきたいなと。だからそういった意味では、好意ですね。好きという気持ちや愛情っていうのはあったんだと思うんだけども、それを見せないようにしていた理由っていうのは、自分が先に見せてしまうとこれうまくいかなくなるっていう経験があったので、だから最初はこう観察者としての立場を取ったっていうことですね。だから消極的とか奥手とか、なんだろうかな、受け身とか、なんか無反応とか、無関心のように見えていたかもしれません。あなた様からするとね、お相手の方の態度っていうのは。でもそれっていうのは、あなた様が本当の気持ちを出すまで自分を出さないでおこうというふうな姿勢があったから、なんかそういうね、ちょっとこう自分、あなた様には気持ちがわからないようにしていらっしゃったわけですね。で、その中で、で、どういうね、本当は送りたいメッセージですね。がどういったものなのかっていうと、まあ愛情を抱いていたっていうふうにお伝えしましたけれども、本当はここですね。Be willing to express love っていうカードで、これは積極的に愛を表現するっていうカードになります。だから、本当はあなた様に対する、まあやっぱ愛情っていうのを抱いていらっしゃったわけですね。じゃあこれを見せなかった理由っていうのは、先ほどもお伝えした通り、先に見せてしまうと、そのなんか恋心をつかまれて、なんだろうかな、結局それをこうね、まあ利用されたりだとかね、もてあそばれたりっていう経験が多分あったんだと思います、過去にね。だから先に見せるっていうことをせず、相手がちゃんとね、相手っていうのは今回 あなた様ですね、あなた様がちゃんと自分のことを本気で好きなのか、その好きというのもライクなのかラブなのかっていうのをまず判断しなきゃいけないし、そのラブっていうのもなんか建前で言っているのか本気で言っているのかとかね、そのあたりをもう本当にね、慎重に慎重にね、観察して、あ、これは本物だなっていうふうなことが分かってから、自分も今度は気持ちを見せていくみたいなね。まあそういった、まあ慎重な行動っていうのが、ここにも出ていてですね、ソードのページっていうカードですね。これが正位置になっています。で、このカードっていうのが、まさにこう慎重な行動とかですね、まあ客観的な視野っていう意味もあるんですけども、まあ慎重な行動ですね。とにかく慎重に進めていきたい。まあそれぐらいあなた様への、まあ、恋心っていうのをなんかこうなんだろうな、潰したくなかったし、あなた様との関係も、その自分がね、ちょっとこう強引に引っ張っていくような形で失敗したくもなかったから、とにかく慎重に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 ってなると、もうなんか自分から動くっていうこと自体がこれダメなんじゃないかっていうふうに考えちゃって、あなた様からちょっと動いていきたい気持ちを見せてもらえるまで、自分は何も見せないでおこうみたいな、そういう作戦を取った。まあこういうふうに考えるようになった経緯を、まあ、その心のラブレターの中に書くかわかんないけれども、思いとしてね、あなた様に届けるかっていうのはわからないけれども、その背景にあったのはここですね。ジャッジメント、審判っていうカードが逆位置です。で、この審判っていうのはですね、もともと正位置の時に状況の好転とか再生とか復活っていうことを表すカードで、苦しい状況が良い方向へと転じていくっていうカードなんですね。ですが、これ逆位置になると、苦しい状況は苦しい状況のままっていうことであったりだとか、後悔や無念な思いとかですね、あとは、方向転換を強いられるとか、ですね、まあ、あとは、まあ、それこそまさにこれ失恋っていうカードでもあるんですね。ですから過去のその失恋が、お相手の方の今の行動をさせたっていうことですね。
なんか過去の失恋においてやっぱ自分から先に気持ちを見せたがゆえに、それでやっぱこう恋が失敗したと、で次に自分が好きになった人との関係はもう失敗したくないから、今までとは違う策を取らなきゃっていうことで、まあこう慎重な策を取ったっていうね。だからそれぐらい実はこういう思いがあって、あまり気持ちを見せてなかったけれども、本当は好きだし愛してたし、でもこの見せなかったのは自分から見せて失敗したくなかったからだみたいなね、なんかそういうことを本当は伝えたり明かしたり、まずは愛情を抱いていらっしゃるっていうこと、好きという気持ちを抱いていらっしゃるっていうことと、今まで慎重になっていた理由ですね。あまりこう自分から言っていい思いをしたことがなかったから、ちょっとこう慎重になってしまっていたんだっていう、まあ暴露ではないけれども、なんかそういったこう真相を本当は伝えたいっていうふうに思っていらっしゃるのかなと思います。で、そうですね。あなた様に求めていらっしゃることっていうのは、特に何かをしてほしいとかではちょっと違うのかなと、今回はね。だと思うので、ちょっと見ていくと、まずですね、そのメッセージ自体がもしかしてあなた様にとって今意外だった方もいると思うんですよ。本当にっていうようなね。というのは、ここを見るとあなた様からすると、いや、もう自分に対してもう脈なしだと思っていたみたいな風に、それぐらいなんかこう気持ちを全く見せてくれていなかったんだと思うんですね、お相手の方。だからちょっとこうカードの説明をまあしていって、最後にどういうことを求めているかっていうのをお伝えしていきますね。まずヘルプレス&ホープレスっていうのが出ていて、これ、無力さと絶望っていうカードなんです。ヘルプレスって無力ですね。で、ホープレスは絶望っていうことになりますので、まああなた様からすると、なんだろうかな、もうお相手の方が全然ね、気持ちを見せてくれなくて、もう自分なんかのことは全然好きと思ってくれていないんだろうなっていう、なんかちょっと絶望感を感じさせてしまっているんじゃないかと、お相手の方からするとね。あまりにも気持ちを自分から見せなさすぎたから、今までね。でもその絶望感は違うんだよと。こういう理由で見せられなかっただけなんだっていうことを本当は言いたいわけです。で、このカードも次もそうで、ペンタクルの5っていうカードも、これ正位置なんですが、このカードも行き詰まりとか困難な状況に陥るとか、それによって自信喪失とか自己不信ということで、なかなかね、お相手の方があなた様に対して器用に気持ちを見せられなかったがゆえに、あなた様としては、あ、もう無理なんだと、もうダメなんだというですね、ちょっとこう自信をなくさせたり、ちょっとこうね、こんだけね、気持ちを見せてもダメだったっていうことで、なんか自己不信に陥らせてしまっているんじゃないかと。それによってね、ここのカードなんですが、こちらですね、ソードの8っていうのが出ていますけれども、これも四方八方剣に囲まれていて、身動きが取れない状況をね、表すカードで、まあこれ、まあ抑圧されているということもそうなんですけども、なんかこう隔離されていて、孤独感をですね、表すカードでもあるんですね。だから、その自分のね、気持ちを全くお相手の方は今まであんま見せてこなかったから、その孤独感とかね、心の孤立を味わわせてしまったと。でもそれは違うくて、あなた様との関係を大切にしたいがあまりに自分がちょっと臆病になりすぎていたんだよっていう、その何だろうかな、今あなた様が抱いているその何だろうか、絶望感とか自信のなさとか、まあ孤立、それは勘違いだよっていうことを、まあ気づいてほしいとか、まあ後々伝えようと思っていらっしゃるんですが、勘違いなんだよっていうことを、察知してほしいというか、まあその察知できないぐらいのなんか気持ちの見せなさをしていらっしゃったと思うので、だからここで伝えてはくると思うんですが、それは勘違いなんだよっていうことをこう悟ってほしいというか、まあ、それをね、求めていらっしゃるだけで、特に何かこういうふうに動いてきてほしいっていうところまでは望んでいなくて、大事な気持ちは自分からこう伝えていきたい。いよいよね。まあそういうふうにね、思っていらっしゃるようです。はい。では、今後お二人の関係はどんな方向に進んでいきそうかっていうのも見ていきます。
では見ていきます。ではですね、お二人は今後、お二人の関係は今後どんな方向に進んでいきそうか。はい。ではですね、見ていくと、お相手の方からね、気持ちを伝えるっていうのがありましたが、そのタイミングをちょっと考えていらっしゃるようで、ちょっとお伝えしていくと、まずここですね、パワーオブプレイヤーっていうのが出ているんですね。祈りの力っていうカードが出ています。何か祈っていることがあるわけですね。これが叶いますように、これが手に入りますように、これが獲得できますように、こうなれますようにとかね、何か祈っている、祈りの力をこう捧げている人が描かれているわけなんですけれども、お相手の方としては、あなた様とのね、に対するこう気持ちを伝えるっていうね、まあ、心のラブレターを渡すっていう、まあ、実際お手紙で本当に渡してくるかもしれないですけども、そういったアクションを起こすきっかけの出来事が欲しいと。それが何かが、ですね、自分の願っていることが叶った時ですね。例えば、昇級昇進を果たした時とか、試験に合格した時とか、就職できた時とか、転職がうまくいった時とか、企業がね、起業できた時とか、なんだかな、オーディションに合格した時とか、大会で優勝した時とか、まあなんかいろいろあると思うんですね。願いっていうのは、その自分の人生に関する願いの部分ですね。それが叶ったタイミングで、あなた様との関係における行動へのゴーサインを出そうと思っている、自分のね、中で。なぜそれが叶ってからなのかっていうと、これを何か叶えたいもの、だから今お伝えしたら、例えば、まあ、昇級昇進とか、就職活動でも受験とか何でもいいんですけども、それを目指しながら、あなた様との関係も、なんか上手にね、成り立たせていくって、ちょっとそれがお相手の方としては、もう、キャパシティオーバーなところがあるから、まずは何かこうね、自分の叶えたいというものを叶えてから、そこで自分自身もこう自信をつけて、で、その、まあ、勢いを借りてっていうわけではないのかもしれないけれども、しっかりとその叶えたいことを叶えてから、あなた様に対して、その大事な行動ですね、気持ちをようやく見せるっていうことをしていこうと考えていらっしゃるようで、実際にそれが叶った時にリーダーシップっていうのが出ているんですね。これは、まあ、リーダーシップを発揮するっていう意味もありますけれども、これ率先して動くと。今まで率先して動いていたのはあなた様の方かもしれないけれども、お二人の関係においてね。でも、お相手の方がようやく率先した動き、自発的な動き、能動的な動きっていうのが起こってくるんだと思います。それは、でもここが叶った時ですね。お相手の方の望みとか願いっていう、願いとか目標ですかね。が叶った時に率先して動いてくる。その展開を迎えていくことになるので、だから今大事なのはあなた様から率先して動くというよりかは、このまあ何だかな、あなた様もその願い、祈りの力をね、こう貸してあげられるんだったら、それを貸してあげて、まああなた様何かね、こう成功祈願とか、なんかそういう形でまあ貢献してあげてもいいし、別にまあそこまでしなくても応援してあげるとかでもいいと思うんですけれども、ここが動き出した時にお相手の方が行動をね、アクションを起こしてくる。だから逆に言うと、ここが叶うまでは、これラバーズっていうカードが逆位置になっていて、このラバーズっていうのは恋人たちっていうカードなんですが、恋人たちっていうカードは、まあ恋人になるっていうのもそういう意味があるんですけれども、恋人としてのとか恋人になるための決断を下すと。まあ実際に恋人になるという決断とか、恋人になっている人たちだったらば、その先に進む決断ですね。を下すっていうカードなんですが、これ逆位置になると、その、決断ですね。恋人にまつわる決断をすることをちょっと曖昧にするとか、ちょっと先延ばしにするっていうカードになるんですね。ですから、お相手の方がね、あなた様と恋人には絶対なりたくないというカードではなく、その願いっていうものが叶うまではちょっとこう決断っていうのはしてくれない。けれども、焦って、そのなんだかな、あなた様の方から、いや、恋人になってよ、なってよっていうふうにこう押しすぎても良くないので、だから、ここですね、願いが叶うのをね、こう
まあ、サポートできる部分があるんだったらサポートしてあげて、で率先して動くっていう流れに持っていった方が、ここで無理やり2人をくっつけようとすると逆に反発してしまう。お相手の方としては、いや今のタイミングじゃないからっていうことでね、あの反発してしまうことがあると思いますから、決して恋人になりたくないっていう意味ではなくてね、なれないとかじゃなくて、お相手の方の計画としては願いが叶ってからなっていきたいとは思っていらっしゃるので、その流れに従っていった方が関係は進んでいくようにはなるのかなとは思います。はい、そして選択肢のカードも見ていきます。フリーダムというカードが出ておりました。自由ですねというカードですが、まあこの自由というカードにはですね、なんかこう大きな鳥囲いの中にね閉じ込められているような人が描かれていますけれども、まあ逆に今度は鳥がね自由に羽ばたいてますけどね。まあこのカードが伝えてくれているのは、今何かあなた様を、まああなた様がこう囚われているものとかね、あなた様を閉じ込めているものから自分を解き放ってあげなさいっていうカードになります。だからあなた様を閉じ込めているものは何か、何かこう考え方とか価値観とか、まあ偏見とか、過去のトラウマとか、まあコンプレックスだとか、何かねこう自分を抑えているものがあるかもしれません。大事なのは今自分を抑えているものから自分を解き放ってあげることだと。まあそのためには何かね努力が必要なこともあるでしょうし、まあ気持ちをね、気持ちとか物事を見る視点を変えるっていうのもそうだと思いますし、そういった自分の解放というものがあなた様にとっては今大事。その自分を解放していくことであなた様の見る世界も変わっていき、得られる結果であったり体験できる出来事っていうのもこれ大きく変わってくるというのも出ていますので、今こそね自分をこう解き放ってあげると、取り囲から出してあげるっていうことですね。まあそれがすごく大事だよっていうのも出ていましたので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくと、今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、相手からアプローチをしてきたのに、まあ逆に今度はねこっちからまあちょっとこうアプローチをしたりするとちょっと塩対応になる心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあこれはですね、まあその人のですねペースというか間合いでね関係を詰めたかったのに、だけれども逆にこうグイグイ来られるとちょっと自分のペースではなかった、自分の間合いじゃなくなったので、いやちょっとそれはっていうね、まあ、あくまでもやっぱり自分が主導権を握って関係構築とか距離感をこう縮めていくペースを決めたいっていう人なんだと思うので、だからアプローチをしてきた、こっちがアプローチをしてきて塩対応になるんだったら、もうそこを塩対応なんだったらもうそれをせずにね、もうこっちずっとアプローチを受ける側になっていた方がいいと思うんですね。まあいわば自分を追わせるというかね、まあだから本当に追いかけていたいんだと思うんですね。生粋のハンターだと思います。ハンター気質、自分がこう追いかけていたいっていうね、だと思うので、だからまあその人にとってのその間合いであったり距離感であったりこう距離の縮め方ではなかったたら、まあ、それはなんかこうもう嫌だっていうね、自分以外のペースは受け付けないという、まあ、ある意味ちょっとこう、まあ、ハンター気質でもあり、ちょっとこう、まあ、男性っていうことですからね、相手の方が、だからちょっとこう王様気質みたいなね、そっちのペースは受け付けんぞみたいな、我のペースでやらせろみたいな、そういったまあまあ考え方なんですかね、まあそういう心理があったんだと思いますので。参考にしていただければなと思います。ですからね、まあ、シェア対応になられることをね、まあ、やり続けない方がいいと思いますから、まあ、シェア対応を受けたんだったら、まあ、それはもうその行動はもう今後はやめておいた方がいいと思います。はい、ということで A をお選びいただいた方はお疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。
はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのコンフィデンスというカード、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が本当は送りたいあなた様への心のラブレターとはということで、どんなね、まあ、心のこもったメッセージをね、本当は届けたいのか送りたいのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方が今まであなた様に対してどんな感情で向き合ってこられたのかということと、今お相手の方がね、本当はあなた様に送りたい心のラブレター、まあ、どんなね思いを届けたいのかっていうことと、逆にあなた様に対してですね、何かこうこれをしてほしいとかね、もう求めていらっしゃることはあるのかどうかっていうのと、今後お二人の関係はどんな方向に進んでいきそうかっていうのも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめに お相手の方はあなた様に対してこれまでどんな感情で向き合ってこられたのか、そして本当は届けたい心のメッセージはどういったものか、そして、逆にあなた様にね、何々をしてほしいなどですね、まあ求めていらっしゃることがあるのかどうかっていうのをね、見ていきたいと思います。ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方が今まであなた様に対してどんなですね、感情で向き合ってこられたのか、こちらがお相手の方が本当はあなた様に送りたい心のラブレター、まあ、どんなね、心のこもったメッセージを送りたいのか、そして逆にあなた様にね、何々をしてほしいなど、まあ、求めていらっしゃることは何なのかっていうカードです。では見ていきましょう。なるほど。はい。はい、ではね、見ていくんですが、そうですね、ではちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、ではですね、見ていくと、はい、まず上のカードですね、お相手の方があなた様に対して今までね、どんな
感情で、ですね、向き合ってきたかっていうと、ちょっとね、これが難しくてですね、まずちょっとここから見ていくと、まあこのカードですね、まあ最初はっていうことかもしれないけれども、まあソードの7っていうカードが出ているんですね、でこのカードってなんかこう自分だけがね、なんかこう得をしようとして、なんか自分だけがこう剣をね、なんかこう集めているみたいな、なんかそういうね、状況を表していて、まあこれなんか誘惑に流されているとか、心の隙間とかですね、まああとは現実逃避とかもね、表したりもしますし、まあちょっと、私利私欲っていうようなね、カードでもあるんですね。だからなんか最初は、あなた様となんかこう、自分にとって楽な関係が築けりゃいいな、みたいなね。だから結構最初はその遊びの感覚っていうのがちょっと強かったのかもしれません。ワンチャン関係も出たらいいなとかね、なんか遊べるような関係になれればいいなとかね、そういうこと、都合のいい関係になれればいいなとかね、なんかそういう感覚は最初はあったと思います。でもだん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 その感覚であなた様と向き合っていくことに罪悪感を感じ始めてきていたようで、だから変わってきていたんですね。あなた様に対する感情というのは一定のものをずっと注いで、キープされていたというか、最初から今に至って結構変化を遂げてきていて、最初はなんかそういうこう、ちょっとこう誘惑チックだね、自分にとって、都合のいい状況になれればいいなっていうところから、そこに罪悪感を感じてきたっていうのが、ワンドの3っていうカードが逆位置でして、このカードっていうのは正位置ですと、これ実行に移すということで何か行動を起こすとか、決断を下すとか勇気を持って一歩踏み出す。これは何か自分の信念を持って行動を起こすっていうカードなんですね。だ最初は都合のいい関係になれたらいいとか、関係を、それこそ体の関係を持ちたいとかね、なんかそういう信念を持って、なんかあなた様に対して動こう。まあ、実際動いていた時期もあったのかもしれないですけども、その信念に対して罪悪感、これ後ろめたい気持ちとか、後ろ髪を引かれる気持ちっていうカードで、だん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 そのね、もともと持っていた信念で行動を起こすことにためらいが出てきたっていうカードなんですね。最初は遊びのつもりだったのが、少しずつこう、なんだかな、お相手の方の中でもこう、火がついてきたというか、なんかこう遊びの感覚で、向き合ってたつもりが、なんか少しずつ、まあ、あなた様のこと本気で好きになりだして、なんかその遊びの感覚で向き合うっていうのは、それ良くないんじゃないかなっていうふうに思ってきたわけですね。だから最初と今ではなんかちょっとこう、なんだか、最初はなんかすごくガツガツ来たり、距離感この人おかしいのかなっていうか結構近かったのかもしれないですけども、なんか最近はちょっとこう逆にぎこちなくなってきたりだとか、なんかむしろこっちから距離を詰めていこうとするとちょっとこう距離を取ったりだとか、なんかそういうことが見られると思うんですが、それはあなた様に対しての見方が変わったんですね。最初は遊び相手、遊べたらいいこの人と、みたいなところから、だんだん好きになっていって、意識するようになったから、今までできていたこうグイグイ行くこととか、ができなくなってきたわけなんですね。その感覚で好きな人に対してなんかその遊びの感覚でワンチャンとかで接するのがそれちょっと申し訳ないというか、それダメなんじゃないかって思うようになってきたわけですね。だからお相手の方の中であなた様の存在が変わってきていたってことなんですね。でここなんですが、ジャガーっていうのが出ています。まあジャガーは、まあ、そのままジャガーですねっていうカードなんですけれども、まあ、このカードっていうのがですね、正位置というか、まあ、このカードはですね、まあ、勇気とですね、確信ということをまあ表すカードでもあるんですけれども、あとはですね、ジャガーというのはこう今までいた領域の中からですね、飛び出して成功をつかむという意味もあるんですが、だから今まで囚われていた意識ですね、その囚われていた意識はここだと思います。ワンチャン関係持てれば、都合のいい関係、遊びとか、なんかそういうこう軽い気持ち、やっぱそこからですね、解き放たれて意識が変わったと。今までの意識で行動を起こすことに疑問を持ち始めたっていうことなので、だから遊びの相手から
本気の相手っていう形でこう気持ちが移行していったんだと思います。その気持ちが移行していくにつれて、お相手の方の態度とか、あなた様への距離感とか、言動の内容とかも変わってきて、まあ、ぎこちなくなったり、逆に冷たくなったのは、なんかこう、意識して、どういうふうにね、接したらいいのか分からなくなって、ちょっとこう、冷たくなったり、雑になったりみたいな。うん。あなた様からすると、ちょっとよく分からないなって思うかもしれないけれども、なんかそういう意識の変化が出てきたんですね。だから、ここが出ていて、次ちょっとここ、本当にね、伝えたい心のメッセージのところも見ていくんですけれども、うん、なんかあなた様のことを真剣に考え始めているっていうのが出ているんですね、うん、まずここなんですが、 Love who you are っていうのが出ていて、うん、まあこれ自分を愛するとかですね、うん、まあそういったカードでもあるんですけれども、まあ、あなた様をまあ愛するっていうことにもつながってくるカードなんですが、いわばですね、うん、あなた様を愛するためには自分ももっと愛さなくちゃいけないわけですね。誰かを本気で愛するためには、まず自分のことを愛していなければ人を愛せないので。で、最初なんかすごい軽い気持ちでね、あなた様とこう向き合おうとしていたのは、そもそもその時点ではお相手の方、自分に対しての自己愛とか自己肯定感で結構低かったんですね。だからなんか最初にこう遊びでちょっとこう自信をつけようとしたりだとか、うん、なんか軽い関係からですね、なんかこう誰かを惚れさせて、なんかちょっと自分ってまだまだいけるんだっていうことで、なんかそのステップアップのね、なんかこう土台にしていきたかったわけですね。でもそれ、この人はそうじゃないと、まあこの人ってあなた様のことですね、うん、そんなことをしてはいけない、自分を好きになっちゃったから、なんかステップアップの土台にしちゃダメだみたいなね感覚になって、あなた様を本気で愛すために自分のことをちゃんとこう愛していこうというふうに思うようになったわけですね。だから自分のことを愛していこうと思うっていうのをあなた様に伝えたいというよりか、最初は軽い気持ちだったけれども、途中で自分もあなた様のことを本気で好きになったっていうことを本当は伝えたいわけです。送りたい内容としてはね、気持ちがこう変わったと、自分の中で。あなた様の存在が変わったっていうことを、お相手の方はあなた様に本当は届けたいようです。うん、で、ここですけれども、こっちが先でいいかな。こっちにしておきますか、先ね。ペンタクルの2っていうカードが逆位置になりました。で、このカードっていうのはもともとですね、バランス。ね、こう片足で両手にね、こうコインを持っていますけども、バランスを取ってこう一本立ちして、まあ、自立している状態とかですね、何かをこう管理、コントロールできている。だから自分の扱うものをちゃんとコントロールできている状態で、そういったこう一人前にね、こう立てた時に何か変化を起こすっていうカードになるんですが、逆位置になるとまだこう一人前に慣れていなかったり、自立できていない状態だから、その状況の中で何か変化を起こそうとするのは、変化を求めて失敗するとか、変化を起こそうとする状況が今ね、まだ自立していないのに変化も起こすっていうのは、それリスキーな選択っていうカードになるんですね。だからあなた様のへの気持ちが切り替わったと、遊びの感覚から本気の愛に、で関係を変えたいという気持ちも出てきてはいるんだけれども、今まだ自分のなんかこう扱わなくちゃいけないことがちゃんと扱えていない、自立できていない、管理できていない状況だから、今の状況下においてまだ関係性を変える、だからまだちょっとこう、なんだろうかな、友達以上恋人未満とか曖昧な関係とか、恋人なんだけれどもなんかちょっとこうね、なんかはっきりしないような関係、だったとしても、まだその変化をさせられないと。今変化を起こすのはちょっとこう、二人にとって失敗に終わってしまうから、まだ変化を起こせない。だから、ここですね。ペンタクルのキングっていうカードが出ているんですけれども、このカードってなんか大きなね、コインを手にしていますけれども、これが成果とか結果とか実績とか評価とか信頼とか、あとは人脈とか、まあそういったものを表すんですが、要はこれ成功を収めるとか収穫を迎えるとか繁栄を迎えるっていうカードなんですね。だから大きな何か成功とか繁栄を遂げた時に、あなた様に対して、本当のね、うん、気持ち、最初は、まあ、遊びだったことはもしかしたらそこは省略するかもしれないですけども、今は本気で好きになったということを伝えようと思っていらっしゃるということですね。だから本当にラブレターとして伝えたいのは、今自分もあなた様と同じぐらい本気であなた様のことが好きだよっていうね。うん。そういったことを伝えたいようです。
で、あなた様にしてほしいっていうことは、これも都合のいいことかもしれないけれども、なんかこう、過去の軽かった時の自分の印象をぶっ壊してほしいとか、こう消してほしい、デリートしてほしいっていうのが出ているようなので、ちょっとお伝えしていくと、ここですね、このカードとしてはタワー、塔というカードが出ていて、塔というのはこの塔にね、落雷が落ちてこう何かが崩れていく様子から、崩壊、破壊、破綻っていうカードで、何かを破壊してほしいわけですね。あなた様に二人の関係を破壊してほしいというよりかは、塔というのは長年かけて積み上げてきたものですから、それをこう壊すということなんですね。壊して何か新しいものを作り上げるっていうカードになっているんですね。ただ壊すとか壊れるっていうわけじゃなくて、こう一度取り壊して新しいものをこうリニューアル、こう再建していくっていう意味までが含まれているカードで、だからあなた様にしてほしいことっていうのは、過去の何のかな、自分に対して、自分ってお相手の方ですね、お相手の方に対して持っていた印象とか、なんだかな、過去の自分の言動とかを壊してほしい。それは軽い気持ちの時に見せていた印象、ちょっとチャラチャラしていたところとか、なんだろうかな、あとは、ちょっとこう舐めた態度をもしかしたら取っていたのかもしれないけれども、その時の印象とか記憶とかをもうちょっとこうデリートして新しいものに書き換えてほしい。なぜならば自分の気持ちが新しくリニューアルしたから。自分の気持ちは、あなた様への気持ちが遊びの感覚から本気の気持ちになってきた中で、遊び時代だった時の印象のままでいられると、この気持ちも信じてもらえないだろうから、だから過去のその言動とか印象とか記憶っていうのを、まあ消せないかもしれないけれども、なるべくなんかそれを壊してほしいというか、デリートしてほしい、自分の何だかな、記憶メモリーから消してほしいっていうのがあるようです。で、ここですね、カップのナイトっていうカードが、これが逆位置になっています。このカードっていうのがですね、そうですね、このカードってもともと聖地の時には愛に関するアクションを起こすということで、まあ例えばそれこそ告白とかプロポーズとかですね、気持ちを伝えるとか、なんかこう愛を進めるアクションを起こすっていうカードなんですが、これ逆位置になると、今はそういった行動を起こしても恨みに出てしまうから、愛に関するアクションを起こさない方がいいと。で、なんだろうかな、あなた様は多分 最初から、まあもしかしたらあなたの最初はお相手の方と遊びの感覚っていうのがあったのかもしれないけれども、あなた様はまあずっとこうお相手の方のことをね、まあ本気で好きな気持ちだったんだと思うんですね。で、今もなんかこうあなた様からお相手の方との関係を進めるためのアクションを起こしたり起こそうとしているのかもしれないですが、それはちょっと今待ってほしいと、起こさないでほしいと。起こしてこられても、それ嬉しいんだけども、行動自体はね、行動自体は嬉しいんだけども、受け入れるキャパシティが今ないと。なぜならばまだ自分が一本立ちできていないから。で、今起こしてこられても、それは申し訳ない、申し訳ないというか、受け取れない状態だから嬉しいけどね。だからそれは今まだ起こしてこなくていいよっていうのも求めていらっしゃること。これは自分との恋を諦めてねじゃなくてね。自分もあなた様のその行動を受け入れられるようにまず成功していくから、ちょっとそこまで待ってねっていうのが、もちろん成功を収めた自分からも動こうと思っていらっしゃるんですけどね。だからちょっとその愛を進める行動はちょっと待ってほしいというのがあるようです。で、このオポチュニティビコンっていうのは、まあ機会を待っている、機会というのはチャンスの方ですね。なんかこう肩を落としている人がいますけれども、これ落胆とか失望っていうカードでね、そのなんだろうかな、今あなた様が起こしている愛のアクションをなんか受け付けない態度をとっていらっしゃると思うんですね。それは本当に嫌だからじゃなくて、受け入れるキャパシティがないからちょっと断っていらっしゃるだけで、でもあなた様からすると断られた、ああもうダメだ、ショックだっていうね、肩を落としているかもしれないけど、そうじゃないんだと。そうじゃなくて、今は受け入れるキャパシティがないだけで、そのねこうちょっと
待ってもらってる意味合いで断ってるだけだから、そんな肩を落とさないでっていうのも、まあ本当はその説明もすればいいんだけれども、なかなかそこの説明までは言えないようで、だからそこも肩を落とさないでっていうのも求めていらっしゃることのようです。はい、ではですね、次にお二人の関係は今後どういう方向で進んでいきそうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、では見ていきましょう。今後お二人の関係はどういう方向に進んでいきそうか。そうですね、まずここは出ていますけれども、オブスタクル&ブロックスアーリフティッドということで、まあ、障害物やブロックになっているものが取り除かれるっていうカードです。今お二人の関係が進みそうで進まなくなっている理由っていうのが何かっていうと、先ほどのお相手の方のこの自立っていうところなんだと思うんですね。まあ主にこのペンタクルっていうのはお金のようなマークになっていますから、経済的な自立っていうところになってくると思います。それが二人の関係が進みそうで進まなくなっている、いわば障害物とかブロックになっているものだと思うんですね。うん、でもそれは取り除かれていくということですね。ですからなんとかお相手の方頑張って自立していったりだとかね、まああとは自分で自分のことをちゃんと管理できるぐらいですね、まあ安定した状態っていうのをまあなんとかね頑張って手にされていくんだとは思います。それが実際にこう手に入った時にようやくですね、恋愛におけるこの勝利の瞬間が訪れてくるよというねカードが出ています。ワンドの6っていうカード、これは目標が成し遂げられるとかですね、勝利や成功をつかむということであったり、輝かしい栄誉を受けるとかですね、公私ともに充実するということで、まあお二人の関係がね、まあ公私ともにつながっている方もいればそうじゃない方もいると思うんですが、まあとにかくそのまあプライベートの関係としてもですね、充実するような関係になっていくということですね。まあ最初はねちょっとこう遊びの感覚であったのかもしれないですけども、そこから入ったまあ本気の恋というかね、いわば本気の恋として実るようになるということですね。だからまだ曖昧な関係なんだとするならば、それがお付き合いに発展していくとか、友達以上恋人未満だったら恋人になるとか、まあお付き合いをしていてもなんかちょっとこう本当に付き合ってるのって言えるのかってね、こうそういうような状態だった方もようやくこう胸を張ってね、周りの人にこうねちゃんとお付き合いをしてるんだよとかね、最近順調にいってるよっていうね、そういったことをこう言えるような関係になっていくというのが出ています。ただそれも先ほどからお伝えしている通り、このね障害物がこうなくなってからっていうことになりますから、だそこまではあなた様もガンガンその恋を進めるようなアプローチっていうのはせずにね、いた方がいいと思います。でここですけれども、カレッジ、まあこれは勇気っていうカードですけれども、まあ勇気ですね。だからまあ勇気っていうカードは出ていますけれども、あなた様が今勇気をまだ見せる場面ではないと思うんですね。まあこれは後ほどこのねブロックとか、まあオブスタコーズ障害物がなくなった時にお相手の方が勇気をね持って、そのまあ本当にラブレターを渡してくるってわけではないかもしれないけれども、まあ気持ちですね、気持ちの変化っていうのをこう伝えて、で関係がこうね、また二人の関係が変わってくるっていうような流れを迎えるんだと思いますので、まあそういったね、ちょっとこうここからね、ここの自立さえ起これば二人の関係は進み出していくんだと思います。はい、そして、最後見ていきましょう。選択肢のカード、コンフィデンス、まあ自信ですねというカードです。まあ自信をね。持つことがまあ翼を授けるっていうね、あなた様に翼を授けるっていうことで、まあですからね、今あなた様っていうのはその、まあ自信を持った方がいいっていうことなんですけども、もともと自信はあったのかもしれませんね。
けれどもそれが他人からの影響で自信がなくなってしまった、ね、それこそちょっとお相手の方がね、からの影響を受けてね、あなた様がもともとあった自信をなくしてしまっているのかもしれないけれども、もう一度ねその自分の自信を他人の影響によって回復させるんじゃなくて自分でこう回復させていくっていうことですね。それがすごく大事。そうすればあなた様がこう羽ばたいていくっていうことですね。羽ばたいているあなた様を見てついてくる人であったり追いかけたいと思う、まあそれこそあなた様、お相手の方もね、あなた様のことをもっともっとね自信のある姿になることで好きになっていく、まあ今も本気の愛に変わりできているっていうのはあると思うんですが、その本気の愛がもっとこうね、なのかな、こう密度高いものになっていく、熱度の高いものになっていくのかなと思いますので、まあ、自信をね、こう自分の何かこう活動でこう手にしていくっていうことが大事だっていうのが出ていましたので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、B をお選びいただいた方はお疲れ様でした。最後こちらについてお話ししていくんですが、今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、向こうからアプローチをしてきたのにこっちから行くと塩対応をされましたと、これの心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあこれはですね、まあ完全にその人の自分のペースとか自分の間合いで距離感を縮めていきたいっていう人で、他の人からこうのペースとか間合いで来られるのは嫌だっていうのがあるんだと思いますが、絶対的に自分が主導権を握っていたいという、まあ、王様タイプ、女王様タイプの方なんだと思います。俺様、私様ですかね。俺様タイプの方だと思うので、まあ、ちょっと塩対応されるってことは、やっぱりそれはね、あんまりこう、まあ、お気に召していない行動なんだと思いますから、まあ、あんまり塩対応を向けられているのに、何度も何度もその同じようなね、塩対応を向けられる行動は、やっぱ繰り返さない方がいいと思いますし、逆にそういった方はね、まあ、アプローチをしてきてくれたんだったらば、まあ、それだけね、気に入ってはくれていたと思うので、逆にこう、追わせる、方向でね、考えていくのがいいのかなと。まあアプローチをしてきてくれた中でね、自分も好意が芽生えて自分もこうね行きたくなったっていうのはあるのかもしれないですけども、その気持ちをね、なんかこう好きになったという気持ちを好きな人にもっと惚れてもらうために自分をこう磨いていくっていう方にね、エネルギーとかを持っていく方がいいのかなと思うので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで B をお選びいただいた方はお疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらですねチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのジャスティスというカードですね、もしくは正義をですねお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が本当はあなた様に送りたい心のラブレターとはということで、まあ、どんなね心のこもったメッセージを本当は送りたいのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですねお相手の方がこれまでですねあなた様に対してどんな感情で向き合ってこられたのか、そして今あなた様に本当は送りたい心のラブレターというのはどういったものなのか、そして逆に今ですねあなた様から何々をしてほしいなどですね、まあ、あなた様に求めていらっしゃることは何なのかっていうのも見ていき、今後お二人の関係はどんな方向に進んでいきそうか、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方が今までですねどんな感情であなた様と向き合ってこられたのか、そして、本当はあなた様に送りたい心のラブレターというのがどういった内容なのか、そして、逆にあなた様に何々をしてほしいとねこう求めていらっしゃることは何なのかっていうのを見ていきます。
はい、ではですね、見ていきます。上のカードがですね、こちらがお相手の方が今まであなた様に対してどんな感情をですね、向けて、来られたのかということ、まあ感情で向き合って来られたのか、こちらがあなた様にですね、本当は送りたい心のラブレターがどういったものなのか、逆にあなた様に何々をしてほしいなら求めていることは何なのかっていうカードです。では見ていきます。となるほど。まず出ているのが、自分にはね、恋愛はもう無理だっていうね、なんかそういう感覚があったようです。あなた様から好意を向けられることに関しては、まあ嫌ではなかったんだけれども、自分には恋愛を成り立たせるなんて無理だとか、恋愛なんてもう自分はもう絶対うまくいかないとかね、なんかそういうちょっとこう、まあ後ろ向きというか、あなた様に対してではなくてね、恋愛っていうものに対して後ろ向きであったり、ちょっと悲観的な考えがありながらあなた様と向き合っていらっしゃったのかなと。でもあなた様からの好意を向けられることは嬉しいからあなた様と一緒にいたんだけれども、でも実際恋愛のことを考えると、ああ無理だから離れるべきなのかな、でも一緒にいたいし離れるべきなのかな、一緒にいたいし離れるべきなのかな、一緒にいたいし離れるべきなのかな、なんかもうこの葛藤がずっとあったと思います。で、やっぱここでも、あなた様から好意を抱かれることに関して全然嫌ではないんですね。まあ、お相手の方はやっぱあなた様のことが好きな部分がやっぱあるんだと思うので、けれども、そうですね、感情を受け入れるっていうのは出ているんですが、そうですね、でもなんかバランスを取りたいっていうのも出ているので、そうですね、はい、ちょっと見ていきたいと思います。まず上のカードから見ていきましょう。お相手の方がですね、あなた様に対してどんな感情を向けて向き合っていらっしゃったのかっていうことなんですが、まずここですね、まあ、似ているカードは2枚出ているんですが、まずソードの9というカード、これが正位置です。このカードっていうのがですね、正位置になりますと将来への不安とか憂鬱とか、あとはですね、恐れですね、まあ、うまくいかないこととか失敗をすることへの恐れとかですね、マイナスな思考にとらわれているとか、あとは閉塞的な考え方とかをね、表すカードにもなっていて、なんかね、自分にはもう恋愛は無理だとかね、まあ恋愛だけじゃなくて結婚をね、見据えた関係だったのかもしれないですけども、結婚とか恋愛とかも無理だ、誰かとね一緒に何かを築くっていうのも無理だっていうね、なんかね、そういうマイナスな考えにすごいとらわれていらっしゃったっていうのが出ているんですね。どうせ失敗するし、失敗してね、自分に対して幻滅されるのがもう目に見えてるから、もう恋愛っていうのも嫌だとか無理だとかね、できないとかね、なんかすごくね、まあネガティブにちょっとなっていらっしゃったのかなと。でこれに似ているカードもう一個出ていて、ここですね、ペンタクルのクイーンっていうカード、これも逆位置です。あ、これは逆位置です。でこのカードっていうのももともと正位置ですと、何かを育てるとか育むっていう意味のカードで、まあ丁寧に育てていて、何か一つのことを成し遂げていく、まあまさに恋愛もそうだと思うんですね。でもこれ逆位置になると、何かその育てるっていうことに関して、やっぱこれもね、悲観的な考えとか疑心疑惑にとらわれている。どうせ自分には何かを育てられる実力がない、能力がない、才能がないとかね、自分には無理だとかね、なんかやっぱそういうふうに思っちゃってる。やっぱり恋愛でうまくいった経験あんまりなかったのかもしれないですね。だからあなた様からの好意を抱かれることは全然嫌じゃなかったんだけれども、好意を抱かれるってことは、それだけやっぱ恋愛をしていくっていうことをやっぱ考えなくちゃいけなくて、その恋愛っていうのがこう不得意、自分は不得意っていうふうに感じていたから、なんだろうかな、嬉しい反面、自分なんかに好意を抱かれることに申し訳ないなっていう気持ちを
結構持っていらっしゃった。だから申し訳ないから、なんかその期待に応えられない、期待に応えられないだろうから、もう離れた方がいいのかな。でも離れるほど嫌いじゃないし、むしろ嬉しいし、一緒にいたいな、離れたいし一緒にいたいな、この葛藤ですね。最初にもちょっと言ったと思うんですが、そういう葛藤の中であなた様と向き合っていらっしゃった。ミドルワールドっていうのは計画に有利な条件が揃うっていうカードなんですけれども、やっぱりあなた様とね、この木が生い茂っている姿ってのはこれ繁栄を表しますから、あなた様との関係を繁栄させていきたいという気持ちがある一方で、これ根っこがスカスカなんですね。これ根っこがスカスカだとどうなるかっていうと、栄養分を運び続けられないから、これを維持できないっていうことを表すカードになります。だから根っこを強化していきましょうっていうね、自分のなりたい姿をね、永続的に続けていくためには有利な条件、それは土台を作るっていうことなんですけども、そのなんか土台という部分にちょっとやっぱ自信がなかったんだと思います。一時的な恋だったら成り立たせられるのかもしれないけども、長く続く恋を成り立たせる自信がなかったわけですね。なんかそういう自信のなさを常に抱えながらあなた様と向き合ってこられたんだと思います。でその中であなた様に対してですね、今、本当はこう送りたい心のラブレターっていうのはどういったものなのかっていうことなんですが、ここですね、まず見ていくとジャスティスっていうカード、これ正義っていうカードが出ております。正義っていうカードは、正義、正しさとか冷静とかですね、あとは判断、決断っていうことも表しますが、ここに大きな天秤が描かれています。天秤っていうのはこの均衡とかバランスが取られている状態ですから、バランスっていうことも表すカードになります。ですから本当はバランスを取ってあなた様との関係も成り立たせたいっていうね、これ誠実な関係に恵まれるっていうカードでもありますから、あなた様との誠実な関係を築きたいっていうことですね。もちろん次のカードを見ていくと、それは恋愛関係として誠実な関係ですね、成り立たせたいと。でバランスを取りたいということですから、あなた様との関係が一つあったとすると、もう一つもちゃんとこうバランスを取って成り立たせたい。例えばこれが仕事であったり、自分の活動であったりね、勉強であったり、部活動であったりね、学生さんとかだったら恋愛と部活、恋愛と勉強、恋愛と仕事とか、恋愛と自分の暮らしとか、本当はそれをこうちゃんとバランスをね取って、こう成り立たせるようにしていきたいよっていうふうに思っているってことは、やっぱりあなた様からの好意っていうのは嫌ではなかったし、嬉しかったし、恋愛は向いていないとか、も無理だと思っていた自分にこうね、なんかこう希望を与えてくれたというか、そういったところに対する感謝っていうのも本当は伝えたいところはあるのかなと思います。恋愛から逃げていた自分に恋愛を考えさせてくれてありがとうみたいなね、なんかそういったことを本当はラブレターを書くとするならばね、伝えたい思いの中にはあると思います。それが本当に一番伝えたいところだと思います。こちらですけれども、カップの8っていうカードですね、これが逆位置ですねになっています。ちょっとなんか外で講師をねしているので、ちょっと音が入っているかもしれないですが、このカードですね、カップの8っていうカードが逆位置になりますとですね、このカードは幸せな生活とか自由を得るっていうことであったり、将来への見通しが立つとかですね、人生が開けるっていうカードでもあって、なんかこう人生をね変えようという意識が高まってきていると。だから多分ね、あなた様と出会うまではもう生涯孤独の人生をもう決め込んでいたのかもしれません。もうで自分は恋愛なんて無理だし、もう一人でいいやっていうね。なんかそういうふうに思っていらっしゃったのが、やっぱあなた様と出会ったことでその価値観が変わってきたわけですね。恋愛もいいかもとかね、誰かと一緒にこう暮らすっていうのもいいのかもっていう、そういうふうに思ってきたから、なんかこう今ね自分の人生をちょっとこう変えようと思っているんだっていうことも、あなた様に伝えてこられるかもしれませんし、もうすでになんかこう人生を変えようとしていたり、変える計画をあなた様に見せていたのであれば、伝えていたのであれば、それは自分のためっていう理由もあるし、あなた様のためっていうのもあると思います。
だからあなた様のために人生を変えようと思ってるんだっていうことも、もしかしたらラブレターを書くとするならば、そこで伝えたい、伝えてくる内容には入ってくるのかなと思います、うん、でここですね、Embrace Your Emotions っていうカードで、まあ、感情を受け入れるっていうカードになるんですが、うん、まあ、いわばあなた様からの気持ちっていうのを受け入れてですね、うん、なんだろうかな、自分はもう無理だと思っていたけれども、もう一回恋愛をしていきたいとかね、あなた様とだったら恋愛をしていきたいとか、うん、あなた様とだったらは一緒にいたいと思えたから一緒にいてほしいとか、なんかそういうお気持ちですね、うん、気持ちを受け入れた上でこうしていきたいという、一緒にいたいという、まあ何かこうね、ユニコーンとその上にまたがっている人がいますけども、こうまたがっている人があなた様ですね、あなた様をこう運んでいくというか、うん、今まで自分がね、こう恋愛から逃げる逃げる逃げるみたいな感覚だったのを、恋愛というもう一回見させてくれたから、今度は自分があなた様に何かね、ちょっとでも人生に対して影響をもたらせたらなとかね、うん、なんかそういうことも、まあそういうふうなことは、まあ、もしかしたらラブレターには書かないのかもしれないけども、そういう気持ちの変化があったっていうのも出てはいました。うん、であなた様にしてほしいことっていうのは、もうちょっとあなた様に甘えたいところがあるようなので、ちょっと見ていくと、うん、まずですね、ここなんですが、このカードですね、チャリオット、戦車っていうカードが逆位置です。戦車っていうのは大胆に進むとか前進するとかですね、もうどんどんガツガツね、こう進んでいって、こうステージを先に進めていくとか、戦車っていうのは戦いの時に乗る乗り物ですから、勝負を仕掛けるっていうね、カードで、まあ勝利をつかむっていう意味のカードでもあるんですが、逆位置になるとなかなかこう思うような勝利とか結果が出せなくて、悪戦苦闘しているっていうカードになっています。うん。お相手の方も今ね、人生を変えようという意識が高まってきて、人生をね、変えようと今努力しているんだけども、なかなかちょっとこう自分の計画通りにね、人生がまだ変わっていなかったり、思うようなペースで動いていない状況がね、そういうちょっと悪戦苦闘していらっしゃる状況があるんだと思うんですが、そこでちょっとこう苦しくなってきているから、ヒールっていうのが出ていて、これ癒しっていうカードで、ちょっと癒してほしいと、うん、でどういうふうな癒しかっていうと、この鎖にね、もともとつながれていた人のこの鎖がパンと弾けて、鎖からこう解放されている人の様子が描かれていると思うんですが、この鎖っていうのは自分を制限するものになります。だからお相手の方っていうのは、なんかこう落ち込んだり、うまくいかなかったり、気分が下がると、なんか自分を制限する考えをどうしても持っちゃうんですね。もう自分なんてとか、自分はもう何々だからとかね、どうせ自分には無理だとか、なんかこう本当に自分の才能とか能力をなんかこう制限してしまう考えをどんどん膨らませてしまう方だから、なんかそこからなんか解き放ってほしいと、大丈夫できるって、あなたはこういう風にしてきたから大丈夫だってみたいなね、うん、なんかそういうこうなんだろうな、励ましというかケアというかセラピーというか、ヒーリングというか、うん、ちょっとそういったものをしてほしい。あなた様の言葉じゃないと響かないんだと思います。これは他の人に大丈夫だってって言われても、いやいやいや、あ、そうですかみたいな感じだけど、あなた様の言ってくれ、例えば大丈夫、まあそれ以外の言葉でもいいんだけれども、大丈夫だってっていうことを言ってくれると、なんか解き放たれるような感覚があるから、ちょっと癒してほしいと。特に今は悪戦苦闘して苦しいからっていう、うん、なんかそれをまとめていらっしゃるようです。で、ここですね、カップの3っていうカードですね、これが正位置になっているんですが、うん、まあこのカードっていうのも、これもやっぱ回復っていう意味もありますし、豊かさっていうことでもありますし、まああとは祝福される、まあだから何かがうまくいった時にこう、まあやっぱ褒めてほしいわけですね。あなた様にお祝いされて、よくやったね、頑張ったね、おめでとうとかね、うん、あなた様にやっぱ祝福されたいっていうところがあるから、まあ何かがうまくいった時ね、今はちょっと落ち込んでいらっしゃる状況だと思うんだけれども、そこを乗り越えてうまくいった時には、なんかこうね、おめでとうみたいな感じでこう褒めてほしいっていうのも、してほしいこととしてあるようなので、結構実は甘えたがりなのかなというふうには思います。うん、では今後お二人の関係はどんな方向に進んでいきそうかっていうのを見ていきます。
はい、では見ていきます。今後お二人の関係はどんな方向に進んでいきそうか。なるほど。そうですね、今はね、流れに、身を任せていた方が良い方向に進んでいくと思うし、逆にね、自分でこう意図的に操作しよう、流れをね、操作しようとすると良くない方向に進んでいきそうなので、ちょっとお伝えしていくと、まずここですね、見ていくと、これですね、エンプレスですね、これは女帝というカードが逆位置になっています。女帝ですね、女帝というのはもともと正位置の時に愛そのものをね、表すカード、愛情に、愛情豊かとか愛情に溢れるとか愛で満たされるっていうね、まあ非常にこう愛が豊かになっていく状態っていうことを表すんですが、逆位置になると愛が枯渇するっていうカードになるんですね。で、どういうふうになると愛が枯渇してしまうかっていうと、今意図的に二人の関係をこういうふうにしようっていうね、あなた様としてはそろそろこういう関係になりたいから、こういう関係に持っていくためにこのアクションを起こしていこうみたいなね、なんか自分で意図的に流れをこう操作しようとする行為をすると、逆に悪い方向に進んでいってしまうっていうことなので、どちらかというと流れに身を任せた方がよくて、お相手の方も求めていらっしゃる通り、この癒しっていうところを提供した方が、二人の関係というのはうまくいくと思います。そうじゃなくて、例えば愛する気持ちをドカーンとこう伝えたりだとかね、まあちょっとお相手の方をこう引っ張っていくとかですね、そういった行動というよりかは、ちょっとこうね、下がってるお相手の方をこう上げてあげるというか、こうね、復活させてあげるというかね、だからもうそういう存在として、お相手の方にとってあなた様っていうのはもうなくてはならない存在になっていると思うから、そのなくてはならない存在を全うしていった方が、二人の関係っていうのは より良い方向に進んでいくと思うし、その全うしてきたことによって、お相手の方のもう恋愛無理だっていうようなね、考え方を変えるにまで至ってきたから、やっぱもうそれを継続した方がいいと思うんですね。ここでなんかこうやり方を変えたりシフトチェンジしてしまうと、せっかくここまで作り上げてきた流れをなんかまた引き戻してしまうことにもなりかねないので、だから今までの継続をしていけば関係っていうのは進んでいくと思います。それがこのディリジェンスっていうのが出ていて、耐え忍ぶ力っていうことですね。今こう進んでいる速度っていうのは遅いかもしれないけれども、でもその速度っていうのは着実に進んでいるからね、こうちょっと我慢して、そのペースをやっぱ貫いていった方がいい。ここでもっとね、速度を上げたいからといって違うことをやってしまうことの方がペースダウンにつながったりだとか、こうテイク、なんだかな、ホールドバックというか、こう戻ってしまう、せっかく一歩ずつでもこう進んできたのがこう戻っていってしまうというのがあるので、もう少しこうね、なんだかな、あなた様としてはかなりこうじれったいなって、遅いなって思うかもしれないけれども、でもね、それにそう思っている方が逆に進んでいると思います。ここで遅いなと思ってなんか早めようとすると、逆にもっと遅くなったりね、動かなくなってしまう可能性があるから、遅いなと思っていても、こう進んでいることですね、そこに喜びを感じていった方が良い方向に着実に進んできている。なぜならば、それでもうすでに気持ちっていうのは変えられてきているからね。だから、やるべきことをやっていきましょう。Do the work っていうのが出ていて、これ、まあ、やるべきことをやるっていうことで、今、まあ、あなた様に、お二人の関係でね、与えられている役割っていうのが、もう、このヒールっていうね、ヒールって聞くと、なんか悪役っていうことですけども、そうじゃなくて、こう、癒すっていう意味のね、まあ、ヒーラーですね。ヒーラーとしての役割っていうのが、あなた様としてはやるべきこと、二人の関係においてね、すぐになんかこう、自分を縛ってしまうような考えを持つお相手の方は、それをね、鎖を、ああ、もうはい、もうまた鎖できてるから、みたいな感じで、こう、ガチャガチャガチャってね、解いてあげる。その役割っていうのがすごく大事ですね。だからもうそこをもう本当に、まあ何回やらすねんっていうね、ことがあるかもしれないけれども、でもそれをやっていけばやっていくほど、お相手の方もね、だんだん自分を縛る、この鎖の強度も弱まってくるし、だんだん鎖もね、かけなくなってくるし、成長してくれば二人の関係も進み出すしっていうね、そういった流れを迎えていくと思いますので、あなた様に、まあ、与えられたというかね、役割役目っていうのをこうね、しっかりと果たしていけば、望むの
あなた様が一番望んでいるね関係にもこうたどり着くことができると思いますので、ちょっとそこをね繰り返しされていくのが大事かなと思います。はい、そしてこちらも見ていきます。ジャスティスというカードですね。選択肢のカードです。正義というカードなんですが、この正義というカードには大きな天秤が描かれています。天秤というのはバランスの象徴です。バランスを保ちましょう、均衡でありましょうというカードになります。今回でいうところのこのね天秤のお皿にそれぞれ載っているものというのが、お相手の方とお相手の方のこととあなた様自身のことだと思います。だから2人のことをまあ、バランスを取ってやりましょうというのは、お相手の方のことにつきっきりになって、あなた様のことがカスカスになってしまったら意味ないわけです。お相手の方のことばっかり助けて、あなた様の、なんだろうかな、精神状態とか体力がもうボロボロになっていたら、これ、本末転倒なわけです。し、いつかこうお相手の方にも何も注げなくなってしまうから、お相手の方に 50%、自分にも 50% で、例えば癒しですね、のバランスを取るようにするっていうね。だからあくまでも自分の存在っていうのをこう犠牲にしすぎたり忘れないように、自分も成り立っていなければ相手のことも考えられないから、ここのバランスをねしっかりとっていくことが今のあなた様には大事だよっていうのが出ていましたので、まあそれが正義、まあ正しいやり方だっていうところでもね伝えてくれているのかなと思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていくと、今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問が、向こうからアプローチをしてきたのにこっちから行くと潮対応の心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあ、これはですね、その相手の男性の方からすると、自分の間合い、自分のペース、自分の距離感の縮め方で進めていきたい中で、その他の人のペースでされると自分のペースが狂ったりだとか、計画が狂ってしまうから、それは嫌だっていう気持ちの表れで、まあ、あくまでも自分が主導権を握っていたい、まあ、ちょっとこう俺様というか王様タイプの方なんだと思うので、なのでね、ちょっと潮対応っていうのがもう嫌な、いや、それも嫌だからっていうような気持ちの表れだと思いますので、さすがにその潮対応をね、されるような行動っていうのはもう繰り返していかない方がいいと思います。まあ、むしろね、アプローチをしてきてくれたことで自分も好きっていう気持ちが出てきたと思うんですけれども、まあ、そのね、好きという気持ちですね、もっともっとこう自分のこと好きになってほしいという気持ちを、なんかこう自分を負わせるっていうところにエネルギーを向けていった方がいいと思うんですね。例えば自分磨きとかですね、なんか自分の状況、自分を成長させていくとかね、自分が成長していったら自分を磨いていけばもっと好きになってくれるっていうことは、そっちにねこう追わせるっていう方向にエネルギーを注いでいかれた方が、まあ、こういったタイプの人とはねうまくいきやすくはなるのかなと思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで最後 C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今後もですね、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。